伊上神社の入り口。外見からはわからないが、奥に階段が続く。伊上神社は、旧小田原宿伊橋口近くに鎮座する、三浦孝次郎議員校を主催神に祀る神社。住所は、小田原市城山4の23の29、宇治湖地域は、南町の一部と伊橋。旧東海道である国道1号線に面し、公園寺に隣接する。場所柄、海。 港に近く漁師が多いことに加え、岩や、畳屋などの職人も多く、祭礼の際は、京館名と呼ばれる、荒々しい担ぎ方をする神社である。境内には、小田原市重要文化財に指定された、古跡碑群がある。伊丹神社公式 HP 伊丹神社の創建に、関わる資料は、旧期を消失した関係で170年以上も、前から栄少年間に創建と伝えられてきたが、 最近、英正十七年に神神社が創建されたという記述が発見され、創建された年が分かった。三浦氏は、官武兵士の流れを組む名族で、三浦半島を本拠に、相模の大使として、県政を振るっていたが、明王四年、伊勢新九郎政治が、小田原城を暴略によって落とした頃より、対立し始める。相模平定を狙う早雲の軍勢によって、栄翔九年、 三浦道順、吉奴の居城である宗州岡崎城、続いて、墨吉城と落とされ、追われた吉奴は、四足、三浦孝次郎義理の守る三崎荒井城に籠もるのである。荒井城は、関東屈指の名城で、総雲も三年間攻めあぐねたが、やがて城の兵糧も底をつき、永昌十三年七月十一日、城から撃って出た吉奴は、はやこれまでと自陣し、これを見届けた。 義は、一人もの外に出て、北上勢を迎え撃つ。この時、ギリは21歳、背丈7尺五寸、器量骨柄に優れ、手足の筋骨は荒々しく、85人力の力を持っていた。白河氏の八角棒を打ち振り、死に至る者500人余り、しかし、獅子粉人の働きも虚しく、永正13年7月11日、自陣する。 15歳の時にはすでに簡易岩上消失を賜り、文武両道に優れた武将と伝えられている。永章17年年、伊丹大名人として祀られる。例祭後数日して、宮司、宇治子総代、御子の責任者らが、御祭人の墓所に毎年参拝する習慣がある。北城五大祭りでパレードする伊丹神社の本社御子。八胸造りの二天望で御子ぶりを行う。 伊上神社、本社信与の宮入神社の御輿は、明治21年に、小田原藩最後の、お抱えお城大工香川若狭藤原高行によって、作られた八宗城木造の御輿である。高行は、幕末期、関東一帯で、腕利き具大工集団として、生命を誇った愛好軍藩、原村、柏木右、兵衛の三男として生まれる。長男、矢内右、 兵衛高光は、将軍家作事法を務めるなど、江戸城の不信に携わる。三男の助文治は、若くしてその腕を見込まれ、名字立脇を許される、小田原藩大久保かお抱え大工の香川家の養子に、入り、香川高行と称した。高行は、小田原城藩主御殿や、小浜御殿、小田原城天守閣模型、箱根関所などお城大工として、多くの建設。 改築を手掛けており、明治時代になると、天皇家の別荘である、箱根離宮の建設なども携わっていた。伊丹神社の御しの特徴である八宗とは、木組みが大変難しい技法で、天守閣の装飾に使われる千鳥派フを四方に配置してある。宝余が主流の関東においては、八宗の御しは、数基しかない大変貴重なものであり、特徴ある屋根部を描画する。 御腰の全容は気品あふれる美しい形となっている。これは高雪がお城大工として培ってきた技術と誇りの集大成といっても過言ではない。霊大祭は大英元年より始まると言われ、7月11日が最霊日だった。江戸時代には各年に御腰が行われ、新編相模国風土器との記録も残る。この順路で、 明治28年まで渡御されたという。現在は5月4日、5日の2日間で行われる。神社神誉は5月3日の北条五大祭りのパレードと5日の新仰祭のみに担がれる。5日は朝に宮出しされた御輿は13時頃に荒く海岸で浜を降り用し、そして夜の19時半からの宮入りでクライマックスを迎える。神社神誉の担ぎ手の衣装は祭寮と呼ばれる御輿の 役員は浴衣を着て、緑色のタスキをかけ、神神社の鉢巻きを首にかける。それ以外の一般かつぎ手は白針に白旅をはき、神神社の鉢巻きを頭に巻く。一般かつぎ手の製掃は、裸の上に白針、半桃もも引き、白旅、そして鉢巻きを頭に巻くとされているが、今は白針の下に白の恋口シャツを着ている人や、 長い桃引きの人など格好は人によって様々である。ただ、神社神舎の担ぎ手の衣装は、全身次郎でなければならないという決まりがあるので、黒旅や黒桃引きを履いている人は、もちろんいない。神社神舎の担ぎ方は、小田原流の中でも近年は、強神なと呼ばれ、他小田原流神社とは違う特殊な担ぎ方をする。まずに展望であることと木ありを歌わずの声で、 飛んでいくことが挙げられるが、一番の特徴は、五祭人を荒ぶる神とし、荒々しいことが、御意に叶うとして、煽りと御越の回転が行われる。煽りは、他地区でいう御越ぶりのことで、五神主書正面から見て右側から四回左右に倒す。そして御越の回転は、北条五代では、銀座通りやなく前の交差点、霊体祭では、 箱根口交差点や早川口歩道橋前で行われる。見越しの回転は右回りでだいたい1周から4周ほど行われる。特に神社新予の右合りでは神社前の国道1号線を上下線通行止めにし神社前で1回煽った後、約10分ほど神社前を走り回って太鼓の合図がしたら神社入り、急な階段を社殿前まで上がってゆく。 そして上まで上がった後みこしはそのまま社殿周りを三周回る。この時一周回って、社殿前に着くたびに煽りを行う。そしてその三周回ってみこしが下ろされると、神職によって御霊がお宮に返される。ちなみに、町内神余は、基本松原とかと同じ小田原流で木やりも歌うが、神社神余と同じように二天房や回って煽る。地区などもある。現段階で、 町内信用を持っている地区は29区3、住町、30区宮本、31区荒三区32区、西海湖、60区個人会、61区居留会である。参考、小田原七里情報システム、ナビ小田原伊丹神社公式 HP、神奈川県神社町 HP 伊丹神社。ありがとうございます。